どうも、レッドライス TV 始まりましたということで、今日はレッスンに来ました。はい、愛ちゃん、はい、嫁ライス改め愛ちゃんで、愛ちゃんでいいかな。もう一個上に上達していきたいなということで、前回ね、俺が教わった学芸大ゴルフスタジオさんにお邪魔してます。ヘッドコーチの金浜海斗コーチです。それでまたちょっと嫁まで連れてきちゃって、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。クラブに持ってかれて体がねじられるっていう感覚になってくると思うんで、クラブの遠心力が腕に伝わって、腕から胸とか、胸からお腹、お腹から骨盤、骨盤から足っていう風に、こんなに愛してるのにクラブ球を。どうも、レッドライス TV 始まりましたということで、今日はレッスンに来ました。はい、ということでね、愛ちゃん、はい、嫁ライス改め愛ちゃんで、愛ちゃんにしますか。いいかな。もうそのまま普通にね、はい、はい、ということで、今日はこの前、先日ね、一緒に愛ちゃんと久しぶりにラウンドして、もう一個上に上達していきたいなということで、でもうずっと前から思ってたんだけど、結構身長もね、愛ちゃんは168とかあって、はい、もっと飛ぶだろうし、もっと強い球打てるだろうし、さらにね、伸びしろが結構あるなっていうのは思っていて、俺もいろんなレッスンしてる中で、あ、このレッスンを受けたら愛ちゃんもっと絶対伸びんのになっていうのを、なんか俺の中でも、あ、この感じがいいなっていうのが今あって、それを愛ちゃんにも体感してもらいたいなと思って、今日は愛ちゃんをね、ちょっと連れてきました。はい、どうですか、もうほとんど習わないし練習も行かない。そうなんですよ、うん、最後に習ったのって、最後に習ったのは習ってない、習ってない、習ってない。でも子供の頃、大人になってちゃんと習ってないんですよね。だからその子供の頃やってたノリのまま今来て、今これぐらいの、80代ぐらいかな、80代ぐらいで回れる技術って感じなんで、これをね、本当にちゃんとやって、もうちょっと飛距離伸びたら本当に安定して80前後では回ってこれるんじゃないかなと一緒にやってて思うので、その伸びしろをね、しっかり伸ばしていただきたく、今回も前回ね、俺が教わった学芸大ゴルフスタジオさんにお邪魔してます。で、その時教わったヘッドコーチの金浜海斗コーチです。どうぞ。失礼します。はい、お願いします。お願いします。お願いします。すいません、ちょっと夫婦でまたちょっと嫁まで連れてきちゃって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。すごいのよ、連続素振りなのよ。連続素振り、連続素振りを推奨してて、はい、まあそれをやることによっても体の動きとか、がこう走る感じとか、体の使い方、道具の動かし方みたいなのをね、教えていただけるんで、俺が余計なことを言うとちょっと濁っちゃうんで、そう、入ってこなくなっちゃうんで、今日はバッチリ教わっていただきたいなと思います。うちの奥さんの愛ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかげで俺もね、今最近いい感じになってるので。本当ですか。この感じをうちの奥さんにもと思って、わかりました、連れてきたんで、はい、ちょっと精一杯レッスンさせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。では、よろしくお願いします。お願いします。小学生の時にやってたんですけど、はいはい、そっからもう中学から全くやんなくなっちゃって、了解しました。そう、ただただ自己流でやっちゃってる。自己流で、はい。お父さんが結構アマチュア競技出る方で、上手な方 で、多分女子プロにさせたくてやってたんだけど、はいはい、小学校の時ちょっとやっても中学でやめちゃって。なるほど。で、大人で再会したタイプ。なるほどですね。了解しました。へえ、なんかその話聞いたらスイング良さそうですけどね。もうまあ、そこそこいいし、見た目、はい、スイングもよく綺麗だねとか言われるんだけど、はいはい、飛ばないんですよね。そうなんですか。ちょっと飛ばないなっていうのと、特にバンカーが下手っていうイメージかな、はい、俺は。アプローチも全部上げてスピン利かして止めるみたいなアプローチしかしないっていう、ちょっと偏ったゴルフしてるんだよね、はい、もう少しオールラウンドにして、あとは、スイングの基本を一回入れてもらえると、はい、だいぶ変わりそう。なんかどこで力を入れていいのかと分からないんですよね。なるほど、なるほど。ふわっとしてるんで、そう、全部こう流れの中でこうやっちゃってる感じなんで、はいはいはい、なるほどですね、わかりました。じゃあ僕もちょっと愛さんのスイング見させていただくの初めてなんで、はい、最初軽くウォーミングアップしていって、はい、何番ぐらいで、何番がいいでしょうか。そう、いつも何番から練習始めます。9とかですね。9番とか。あ、いいですね。じゃあちょうど9番から始めていきましょう。9番だとちょっとちっちゃいかな、はい、いや、いいよ、9でいいですよ、全然。9から始めるんだ、はい、時間は。そう、いつも練習場9から。お、は、初めて知った。いいですね。でも練習場行かないんですよね。あのゴルフたまに、あ、たまに、でもゴルフ場、ゴルフ回る前の朝の、前朝の練習場とか。オッケーです。一緒に打ちっぱなしとか行っても、はい、もうすぐ帰ろう帰ろうっていう。なんかね、
飽きちゃうんですよね。飽きちゃうんですね。そうっすね、飽きちゃいますよね。そうなんですよ。了解しました。これちょっとおー、でもいい雰囲気がもうありますね。いい雰囲気ありますね。滲み出てますね。おお、なんか不安としてますよね。不安としてますけど、うまいですけどね。9番で何ヤードぐらい打ってるイメージですか？9番で100から110ですね。100から110、あ、じゃあもうちゃんと言った通りの距離出せてるですね。アイさんが飽きないうちにレッスンしないといけないっていうミッションを課せられてるっすもんね。カラータイマー鳴り出すんですよ。そうですよね。マジでコンテコン言い始め、表情で言い始めるんですかね。そうそう、もうだんだん雰囲気にあからさまに出してくるんで。なるほど、わかりました。それをちょっと踏まえながらやっていかないと。 OK です。そう、あ、いい入り方ですね。一番はドライバーの飛距離アップですよね。そうですね。そうですよね。アイアンは別にそんな極端に飛ばないなって感覚はないですもんね。そうですね。なんかもうずっと変わらないです。変わらない。OK です。じゃあもう早速ドライバーも打っちゃいましょうか。はい、いや結構飛ばなくないですけどね。まあでももっと、ね、今は199。なんか210とか20ぐらい飛んだらいいなって思ってて、はいはい、そうですね、そこまで OK です、 OK です。持っていきましょう。でやっぱたまにレギュラーティーとか、はい、やっぱちょっと、まあ、競技は多分本人出ないかもしれないですけど、はい、そういう競技やるようなぐらいの距離感とかでやれるようになったらいいなと思ってて、そういうとこからやるんですけど、はい、そうすると結構やっぱ2オンできないホールが出てきたりするんで、ティーショットで220とか230近く、はい、このタッパだったら行くんじゃないかなと思ってて。もう確かにめっちゃスタイルいいですからね。もうそこが少し伸ばせると、うんうんうん、抜けてるんですよね、きっと。そうですね、溜まってないね、はい。まあ、ちょっとドライバー一発目のであるのはあれですけど、はい、少しやっぱジュニアの時のスイングが残ってる感じはあるですね。ジュニア感あるスイング、まあいい意味でも悪い意味でもというか、何かというとやっぱ重たいものをすごく振らされた感じがするというか、スイングに。そうです。なので結構このクラブを引っ張るのも、ここから急に体でグーって引っ張ってこようとするんですよ。そうです。体が先に急発進しすぎちゃって、体がボールに向かって頑張って振らなきゃって急発進しすぎちゃって、まあ、腕が遅れてきてですね、はい、腕とクラブが遅れてくるんです。これがこうやって右肘が外に外れるような動きとかにつながっていくんです。なんとなくわかります？ここ肘が体の体側よりかも後ろ側にこうやって抜けてる状態、はいはい、そうそうそう。これが腕遅れてて、腕が遅れてしまってるんで、これだと叩けないんですよ。叩けないし、なんですかね、そのまま本当に体がずっと先行し続けちゃうと、右にパーンって飛んでっちゃうんです。そうだけど、ここから体が先に行ったんですけど、あ、やばい、腕が間に合わないって言って体止めて、急ブレーキかけて腕を振ってくるっていう感じになってくるんです。だから急ブレーキかけてるんで、体が回るよりかもこうやって上に上に伸び上がっていきながら、そうす、飛んじゃうやつですよね。飛んじゃうやつです、飛んじゃうやつ。そうそうそう、まあ、本当にジュニアの子とかにも多いんで、そうそう、こうやって本当そのままピョーンって飛んでて、これ骨盤がもうほとんどずっとターンしてないです。ずっとターンしてないです。はは、ただ上にこう上がってるだけみたいな、はい、止まって上がってるだけ。でも逆に言うと止まってあげないとクラブが間に合ってないので、間に合わせる動作をしてるっていう感じなんですよ。これスイングで、あ、まあ、車の運転とかで言うと急アクセル踏んで急ブレーキ踏んでるようなイメージです。そうそうそう、だから徐々に助走をかけられていった方が、助走できた方が 最大加速まで持っていけそうなんだろう、うん、急にアクセル踏んでるから吹かしてるし、うん、吹かして行った瞬間にまた急ブレーキ踏んでるんで、まあ、ちょっと効率悪そうですよね。そうそうそう、まあ、ちょっとそういうスイングになっちゃってるよっていうのが一つあるんですかね、はい、だから急アクセルと急ブレーキ交互に踏んでる感じなんで、はい、多分自分としても効率よく振るタイミングも見つかりづらいっていうのが、はい、今起こっているところかなっていうところがありますかね。この腕振るって感覚はもう少し持ってあげてもいいのかなっていうのがあって、腕振る、はい、腕を振る、はい、結構やっぱジュニアの時からやってるんで、体ですごく物を動かそうっていうのが、まあ、重たいものを多分振って練習してたんですよね。そうそう、重たいものを振って練習したんで、体でグーって持ち上げて、で体で切り返してっていうのができてるんですけど、もう少し腕を振る感覚っていうのがついてきたら、
体の動きもかっこよくなってくるし、距離も出せるようになってくると思うんで、腕を振るっていう感じが分かんないです。そもそもないですよね、うん、そもそもないですよね、うん、OK です OK です。そこをじゃあちょっと最初煮詰めていってみましょうか。ここは真逆だね、腕振る感覚。腕振るってどうやって振るのか分かんないそうですね、もう俺だともう腕ばっかりいっちゃう、はい、って天地から入っちゃうけど。じゃあまず順番としてゴルフスイングを覚えていってほしいのは、まあ、僕たちがもうスクールのコンセプトとしてのクラブが主役ですよっていうの、はいはい、多分レッドさんもたまに行ったりしてると思うんですけど、このクラブをまず振るってことから覚えていってほしいんですよ、はい、そうっす。でその時に練習法として結構おすすめなのが第一振り子って言って、グリップするじゃないですか、はい、グリップして肘先をスムーズに動かせれるようになることっす。肘から先でクラブをピュンピュンスムーズに触れるようになるっていうのをまずできるようになってほしいです。なので体はあまり動かさずというか、まあ本当足閉じてもいいです。足閉じてそんなねじったりもせずにそのまま肘先でピュンピュン触れるようになる。そう、まずはこれ両手からやってみようかなって感じ。もしその動きがスムーズじゃなければ右片手で振ったりとかまたアレンジしていくんで、はい、まずその練習していってみましょうか。足は閉じていいんですか？足、はい、閉じちゃいましょう。そう、飛ばしたいんだけどあえて出力を抑えることをしています。そうそうそう、素晴らしい。そう、あ、もうめっちゃこれが腕が振れてる状態、まあ、クラブが振れてる状態です。この動きがすごい綺麗で、はい、じゃあ愛さんこっち見てみましょうか、はいはい、この状態の愛さんは割とオンプレーンなんですよ。めちゃくちゃオンプレーンだし、うん、はい、腕振ってる感覚なんですけど、どうですかね、ため生まれてません？そうですね、肘も開いてないし、開いてないですよね。そうです、こうやってためがちゃんと、まあ、これはクラブのシャフト、クラブの重心が進もうとしてる間、こっちに行こう行こうとしてる間に、こっちに行こうとしてる間に自分で腕を振って戻してるから、腕をこっち側に振って戻してるから重心と振る方向にギャップが生まれてためが生まれてきてるんですけど、そうそうそう、こうやってこれだと肘もどうですかね、さっきの比べて肘が体の体側の外に行かないですよね。そうですね、そうそうそう、だからここをいかに振れるか、もうめっちゃいいスイングですよね。ハンドファーストになってきて、そうっす。こんなに返しちゃっていいんですか、はい、右に。こんなに返しちゃっていいです、返しちゃっていいです、そうっす。でこれも返してるというよりかはクラブの構造ってやっぱ L 字の構造、 L 字じゃないですか、こういう構造、はい、L 字の構造のものって自然と回避するようになってるんですよ。そうそうそう、ちょっとじゃあそれ感じるためのものを取ってきます。でもなんかこれやっちゃいけないと思っちゃうかも。あ、逆に、うん、でそれだとチーピン出ちゃいそうみたいな。そうだね、それが違うんです。それやっちゃダメな感覚になりますよね、うん、はい、もう廊下まで聞こえてきました。これが、まあ、クラブの構造のなんていうんですかね、すごく肥大化したものです、はい、L 字で、同じ L 字でかつあの重心、これ別に難しい話になっちゃうんですけど、重心角って言ってクラブってこうやってダラーンと浮いちゃうとどうですかね、ちょっとフェース面が斜めってるの分かります、はい、そう、これがこのぐらいフェースが返るように用意してますよっていう状態だと考えたらいいんですけど、そう、フェース面ってこのぐらい勝手に返ってきますよって、こういう風になってきますよっていうものなんですけど、はい、こいつは重心角がないです。なので本当に L 字の構造のそのままのものなので、こいつを振ってみると、あ、クラブの重心ってこんなに開閉するんだなっていうのを感じるはずです。そうです、どうですかね、あんまり自分で何か操作しようと思わなくても、うん、結構開閉するの分かります？そうですね、そうそうそう、開いて閉じて、開いて閉じてが自然と起こってくるじゃないですか、うん、グリップして振ってるからには、はい、そう、だからこれが本来クラブが動きたい動きなんですよ、うん、そうそうそう、だからクラブ自体も L 字構造なので今ぐらい結構開閉が自然と入ってくる方が実は自然な動きで、うん、それを曲げたくないって言って抑え込もうとすると、うん、クラブの重心が暴れてしまったりとか、うん、極端にストップかけてしまうと遠心力がほどけてバーンってヒールヒットしたりっていうのが起こってくるんで、そうっす、今のこのすごく今までの自分からするとめちゃくちゃ閉じてる感覚になるかもしれないですけど、はい、こっちの方が素直でシンプルな動きだよって思ってあげていいです。そうそうっす、はいはい、でも実際どうですかね、映像として見てもこっちの方が綺麗じゃないですか。そうです ね、やっぱクラブなりに振ってるので
降りてきた時にじゃあインパクト近辺でフェース開いてるかっていうとそんなことないですよね。めちゃくちゃスクエアに戻ってきてるし、これはクラブの構造通りに触れてるんで、あ、クラブが気持ちいいタイミングでちゃんと戻ってきてるって状態なんですよ。そうそうそう、だからまずはこの練習でボールを打っていこうかなと思います。はい、じゃあ今の素振りをピュンピュン振ってみてもらっていいですかね。はい、足閉じたままピュンピュン、そう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 、あ、いいですね、 OK。 実際構えた時もそのぐらいのイメージで打ってみましょう。足開いて普通に足閉じちゃいます。閉じて、はい、閉じて、でヘッドの位置がボールより手前に行きたいので足ももう少しこっちに来ちゃいましょう。そうですそうです、はい、それで打っちゃいましょうか。そうですそうです、これってそんなになんか頑張ってる感じないですよね。はい、はい、今のでもでも137ヤード飛んでるっす。そう、実際はゴルフの飛距離の8割ぐらいはこの肘から先ぐらいで生み出してるってでも過言じゃないぐらい。今のは左には行ってないんですか。今の前に超まっすぐです。そうなんですよ、そうなんですよ。もう一回行きましょうか。はい、はい、おー、いいですねいいですね。まあ、ちょっと振り幅は狭いので球は低くなっちゃうんですけど、これでも140ヤードこれはもうめちゃくちゃすごくいいところから降りてきますよね。で、僕たちは結構この動きのこと第一振り子って呼んでるんですよ、はい、第一振り子で、体を視点とした体の振り子のことを第二振り子って呼んでるんですけど、結構もうゴルフの8割は第一振り子で決まるんじゃないかなって考えてます。はい、でプロゴルファーとかめちゃくちゃ上手い人たちが結構体のこと言うじゃないですか、はい、お腹に力入れましょうとか、はい、下半身とかっていうのはもう彼らはもうこの第一振り子が超完璧なんですよね。はい、もう無意識に振ったとしてもここがクラブに対して正しく反応するっていう超一流の職人になってるんで、体のことしか実は意識が向かないんですよ。そう、もうめちゃ空気吸うようにクラブのことを感じれて第一振り子が動いてるんで、ね、空気が吸える人は肺を動かそうとか考えないじゃないですか。そうそう、その領域の人たちがやっぱ体の意識とかお腹とか下半身とかの話をしたがるっていうのがあるよっていうのがあるんで、まずは本当はねこんなに手使っていいのかなって心配になると思うんですけど、はい、愛さんもここからまず入ってもいいのかな。だからレッドさんが毎日今連続素振りしてくれてると思うんですけど、はい、愛さんの場合はこの第一振り子をメインにした連続素振りをしてくれればもうめちゃくちゃ降りてくるラインも綺麗だし、インパクトもこれもドライバーにしてはちょうどいいぐらいハンドファーストなので、でどうですかね、フォローとかも結構綺麗なんですよね、抜けるところが。さっきの足開いたのと見比べてみます。そうですね、はい、大丈夫ですか。ピコンピコン言い始めました。大丈夫です、大丈夫ですか。いやなんかこれでちゃんとフルスイングでこの動きできるのかなってちょっと心配になりますね。心配になってます。確かに確かに、まあ、でももともとすごいいいスイングなの、いいスイングなんですけどね。肘がやっぱ閉じてますね、こっちの方が全然。そうですね、閉まったまま、閉まったまま来ますね。打つときこのまま足閉じてるから丸けど伸び上がりもね。あと低くバックスイングの位置が低いですね。テイクバックの位置もこの右ぐらいで十分じゃない。そうですね、高いんだね。振りすぎぐらいでこれちょっと体でよいしょって持ち上げる動作が、そうですね、伸び上がっちゃって、そうそうそう、これがやっぱ自分の体に対して重たいクラブでゴルフ始めちゃう人の特徴としては自分の体で重さをこうやって持ち上げようとする動きが減るんで、でも実際は、ね、肘先ぐらいで十分だよっていう。でもめちゃくちゃ綺麗、降りてくるラインもこんだけ違いますし、違いますね。そうですね、肘の位置とかもどうですかね。そうす、であんまり体の意識ないじゃないですか今って。そうです、ね、体の意識ないんですけど、こっちの方がお尻の向きが常にちょっと動き続けるんですよ。こういう風になんとなく分かります。左の方が降りてきて急発進してすごく動くんだけど、ここで止まるんですよね。そうなんです、ここら辺からお尻の向きがもう変わらないです。はい、そうそうそう、そう、ここで止まってクラブ間に合わせるという動きをしちゃう。こっちの方が実はずっと微妙
小さくだけどずっと止まり続けない、はい、回転してるってことですよね。はい、そうなんですよ。なので結構体を回しましょう回しましょうって言うんですけど、実はクラブを正しく腕で振れないと体をタイミングよく回すこともできづらいよっていうのもこれで言えてくるかなってとこですかね。そうそうそう、まあ、これだけで良さそうですね。もうちょい肉付け、これをフルスイングできるのかなって、はい、そうですね、そこに反映させてって数字的にもちょっとドライバーの飛距離が伸びたら、そうですね、確かに数字的にも伸ばしていきたいし、左のやつとかさ、相手は打つときもわかるわかる、なんかもう分かる分かる、全部遅れちゃってるっていうか、抜けちゃってる、こっちに抜けるんじゃない、こっちじゃなくて、うん、こっちに行ってるよね、そこをふわーってなって、これ力入らなそうな形にはなってる、うん、じゃあ本土からどういうイメージにしていってほしいかっていうと、一回じゃあ力見ていただいて、まずこの第一振り子、第一振り子ですね、肘先の 肘先で作る振り子をピュンピュン振っていくと、はい、これを単純にもっと早く振れないかな、もっと振り子を早められないかなって振っていくんですよ。そうっす。でこういうトレーニングしていくと何が起こるかっていうと、振り子のエネルギーにも体がどんどん持ってかれる感じになってくるっす。はい、そうっす。そうすると自分でねじるとかじゃなくて、クラブに持ってかれて体がねじられるっていう感覚になってくると思うんで、それがどん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 クラブの遠心力が腕に伝わって、胸からお腹から骨盤から足っていう風にどん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 クラブから順にこの体の可動が増えていっちゃうっていう感覚でスイングしていってほしいんですよ。そうっす。だからここが早く振ろうと思えば思うほどどん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 体もで動かされていっちゃうっていう順番にしていきたい。今まではクラブが一番最後だったんですよね。こういって、それをちょっとクラブ様、僕たちクラブ様って言ってるんですけど、そうクラブ様って言います、ちょっと怖いじゃないですか。そうクラブ様からまず動かしてあげる。そうそうそう、はい、こうやってまず肘先から動かしてあげて、徐々に速くしたいなって思いが体の可動を増やしていくってイメージで振っていってみましょう。はい。とりあえずそうですね、足閉じていって、そうっす、まずは肘先でピンピン、そう、じゃあもっと息も変えれば、もう少し速くしていこう。そうそうそう、もうこの時点でかなりもう捻転も生まれるんですよ。そうですね、はい、どうですかね、もう上に抜けてこないね、これだと。そうですね、もちろん連続滑りで速く振ってもらってるっていうのもあるんですけど、もう超理想的なトップの位置からちゃんとタンメンも生まれてきて、でだろう、なんでだろう、なんで俺そういうの形にならないんだろう。俺もやってる、それなんでこんなに、いや、めちゃめちゃプレーにこう降りてくる、俺どうしてももう上行っちゃうからさ、上から。そうですね、なんでそうならないの、やってんのに、やってんのに、同じ気持ちで俺は望んでる、こんなに愛してるのに、クラブ様をピコンピコンも言わないで、ピコンピコンも言わず延々とクラブ様にご奉仕してんのに、リスペクトが足りないんじゃない、クラブ様に。いや、でもめちゃしてるんだけど、ですね、なんでそんな簡単にその形になるの、うん、これは超綺麗ですね、羨ましいですね、羨ましい、羨ましい、これは。そうそうそう、これででも打てるかな、そう、でもこれでまず一旦やってみてほしくて、じゃあこれに今のに足幅も足していっていいです。ちょっと腰幅ぐらい。足幅足すと難しい気がする。はい、ちょっと難しい感じがする。そうそう。でも下半身とかも全て自分で頑張るものじゃなくて動かされてしまうものって認識でいいです。そう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 。OK です OK です。それでちょっと打ってみましょうか。はい。で今の本当に第一足幅広げるけど第一振り子でパチンって打つイメージです。はい。おお、いいですね、いいですね。できてたかな、ちょっと右に行っちゃいましたね。OK そうです、もう一回行きましょう。もっとだから左にブワーって振っちゃっていいんだ よ、ね、合わせに行くと今合わせで行っちゃったかもしれないです。ちょっと合わせに行っちゃいましたね、うん、そうす。でもあいさん今ので191ヤード飛んでるんで、へ、はい、今日の中では割と飛んでる方っす。はい、もう一回行きましょう。なんかハーフスイングぐらいで打ってるイメージっていうか、ですよ、ね、そうっ そうっす。おお、ちょっとまだこれが返りがいいっすよ、いいっすよ。今で195ヤード。はいはいはい。合わせちゃうんだね。悪くないです。そのままビューンってこっちに振らない。なんかね、なんだろうね。ちょっとやりづらい。ちょっとやりづらくなりますね。よどむんだよね、途中。ちょっとよどむ。よどむその辺で。
足開くとどうしてもそこが頼りになっちゃうんですよね。頼りになるじゃないですか下半身って、はい、僕たちずっと支えてるんで。そうだから足広げると頼りになってくるんだけど、これどこに足広げたら、はい、どこに力を入れたらいいですか。 あんまり入れるって意識じゃない方がいいです。僕結構男子プロとかで下半身の出力が強い方とかには、あの豆腐の上に立って打ってると思ってイメージしてみてとか言うんですけど、そうそう豆腐の上に立ってて、はい、いきなしグッて踏んじゃったりすると足がズボって入っていきそうじゃないですか、はい、だから下半身はあまり踏ん張るとかってじゃなくて本当にあるだけです。自分が転ばないように支えてくれてたらそれで OK だなっていう認識でやってほしいんですよ。まあ、強いて言うなら前に行き過ぎたり後ろに行き過ぎたりとか左右に傾いたりとかっていうのはしないでほしくて、単純に地面に対して足の裏が均等に立ててたらいいなぐらいでいいので、あの幅はどれぐらいとかは、はい、私なんか結構広いって言われてそれでなんか、うん、それのせいもあるのかなとか思って。でも愛さん結構細身なんで少し広めでもいいかもしれないですよ。広めで大丈夫、はい、自然と耐えられる状態作るために広めで、それでじゃあもう一回振っていきましょう、はい、肘先、はい、第一振り子のみで打つイメージ、そうピュンピュンオッケー、素晴らしい。そのイメージでそのまま素振りはできるんだけどな。素振りできてきましたね。お結構今返せた気がしたんですけど、はいはいはい、いやでもすごいいいですよ。オッケー、ちょっとずつ伸びる、ね、はい、197ヤード今日1、今の時点でスイングはめちゃくちゃ綺麗になってますけどね。それこそ伸び上がりはちょっと少なくなってね、伸び上がらないですね。もう伸び上がる必要がまだちょっと伸びてるけど、伸び上がる必要がもうなくなってくるんで、そう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 、若干手が遅れてるような感じですよね。ちょっと伸びる、やっぱりエンさん結構厳しいです、ね、厳しい、厳しいですよ。子供の時にはお父さんが厳しくて、そうです、大人になったら旦那が厳しくて、もうちょいケツ出したまんま行きたいよね。なんかこうケツが前に出てくる、うん、俺もそうなんだけど、そうそうなる、分かる、もうくの字のままもうちょっと分かる分かる、このままこっちに振りたい、うん、こんな短時間でこんな変化できるのすごいなって思いながら見てるけどもうちょいですね。 OK です OK です。